失礼します。じゃあこちらも消毒いきますよ。はい、こっちみたいな。あ、いい匂い。なんか匂ったことある。ホワイトムースクで結構有名です。そう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 。匂い似てません？似てる。さあ、とりあえず行こうかな。はい、肩こり。あ、まあでもさっきちょこっと持ったからね、知れてる。そうですね。じゃあ流れでやりますよ。はい、あの同じスタンスね。じゃあまずはね、肩からいきます。さっきの人たちは凝ってます。あ、さっきの肩の方で余裕で凝ってる。あっち、運動とかしてるからさ、自分何もしないんで。でもね、何もしない方が凝るんだよ。あ、そうなんです。動かないからね。あ、どんなもんでも一緒。あの動物だろうと機械だろうと、ほら動かさなかったら錆びるでしょ。まあ、そうですね。新車のうちはいいんですよ。新車のうちはこう動かなくてもいいけど、やっぱほらね、中古車とかどん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 なってくると、動かなければ動かないほど錆びてくる。車もなんか時々エンジンかけた方がいいと思います。そういうことですね。家とかもね、人が住んだ方がいいみたいな。そうですね。本当そういったもんですよ。だからまだ若いけどね、おじさんたち。あ、でもめっちゃ長い。でも肩こりない頃ってはないからな。そうなんです。そう。あんまり肩こりはしないですね。最近ラウンドワンで、オールしたぐらいですね。ラウンドワンオール。え、スポチャ？そうですね。あ、スポチャか。あ、筋肉やばいっす。普段運動しないんで。楽しいよね。そうですね。最近スポチャ行ってないな。よし、じゃあね、まあとりあえず同じこと行こうか。はい。肩甲骨行こう。はい。一緒。じゃあ、まだ行きます。ああ、ないことないな。姿勢がちょい、ちょこっとある。ああ、ないか。さっきの人どっちが悪いですか。あ、さっきの人は悪い。ガチ悪い。ああ、いいわ。ここ、ここが指入るのがすごくいい。あ、だから肩甲骨出るんですよね。うん、ちょうど出る出る。ここら辺はいいんだけど、まあ唯一ここくらいかな、ちょうど。あそこだけにちょっとあれですね、うん、自分でもあります。うん、そう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 。やっぱ触っただけでわかるんですか？わかりますよ。めっちゃいいよ。やっぱ仕事によるけんでもあれですけどね。まあ例えばさっきサッカーしてたとかバスケしてたとかね、いろんなね使い方ありますね、体の。そういった感じでね、わかります。なんか最近な、最近は学生ばっかり相手でしょ。駅でやったら学生がめっちゃ来るんですよね。乗りですもんね、やっぱり。もう乗りが、もう集団で行くから。珍しいみたいな。初めて見たそんな。あ、大分県いないですもんね。はい。今野外マッサージ、野外 YouTuber が。はい、こう。じゃ反対します。自分結構関東とか行くんですけど、関東結構あれ、路上ライブとかいろんな人やってます。あ、いますね。恥ずかしがらないもん。こういう時はシャイなんですよ。っていう僕もシャイよ。いや、でもね、最初、はい、あ、YouTube やるぞって決めた日っていうのは、やっぱなんかこう恥ずかしかったな。勇気いりましたね。一人ですね。一人。一人でもう、周りの目をね、集中させてるからね。何で見てみしようか。顔を破るだもん。かっこいいな、兄さん顔。え、だってなんかこう、うぞうむぞうと一緒になりたくないじゃないですか。そうですね。で、同じことをただするだけじゃなくて、なんかね、え、今時ってほら、YouTube でも何でもあるからさ、例えばのお話、ね、ただゲームするだけじゃなくてね、まあ、みんなの人生ね、今の番はそんなんで、まあ、仕事やったらね、まあ、何でもかんでもありますけど、やっぱそういうことを発信できる時代ですから。それだけで自分の価値って上がるんですよ。そう、チャレンジ。名言多いな、お兄さん、ほんとに。だってもう38だもん。こんな言ってるんですか？うん。見えないですよ。あ、ほんと？同い年かと思ったんですよ。そんなことはない。俺も若いうちに戻りてぇな、ほんと。よし、エコー来ましたね。はい、次行こう。何言っていいかな？意外と腰なんかどう？腰なんか攻めてから。あ、姫、まあ、ちょっと暇つぶしにやろう。はい。
あ、お願いします。あ、足ある。首自分そうでもないですか。うん、そんなないと思う。だって肩がね、結構柔らかい子だから。柔らかいですか。柔らかいよ。柔らかい。たまに言われるですよ。で、自分は足をお願いしていいですか。あ、いいですよ。足きてるんですよね。ずっとやろ。まあ、低いは低いでしょ、ここ。そうですね、うん。さっきのところで、こう。やばい。あ、ここはもうあそこでバイトしてるんですよ。え、こっち？え、こっち？料理？え、見た？ホールス。あ、そう、そう、ホールな。東京の。全然違う、やばいよ。マッサージどうですか？無料です。あとお兄さんがやってくれます。やってます。今むしろやってます。気持ちいいですよ。本当っすよ。お願いします。ちょっと YouTube、YouTuber さんです。YouTuber さんのお兄さん。じゃあちょっと行きますよ。まずは。気持ちいいっすよ。音で来ます。気持ちいいっすよ。あ、結構。後でお願いします。宣伝しました。結構意外とパンパンやね。足は、うん、まあそう。サッカーしてたんですよ、自分。あ、本当？よかった。でも筋肉落ちたんじゃない？あ、打ちましたね、やっぱ。でしょうね、なんかそんな感じがする。じゃあこうでちょっと足裏やろうかな。いいな、足。うん、足裏ちょっと今つぶしの足裏いいの、行きます。よいしょくすぐったい、くすぐったい。あ、ほんじゃくすぐったくない、これ。あ、痛い痛い。これくすぐったくないの。なんか変な感じ。あ、ちょっと苦手かもしれないです。じゃあ、OKOKOK。そういう人はいる。うん、あ、じゃあ、これいいよ、これ。あ、やばい、これやばい。これ気持ちいい。気持ちいいよ。あ、やばい、これ。自分でもしよう。冷え性改善。あ、これやばいわ。めちゃめちゃ気持ちいいわ。うわぁ、超早い。すげえ、すげえ。うわぁ、わぁ、手つきが。あ、これめちゃめちゃいいですね。気持ちいいです。はい、これ、チェック。あ、それも、うん、伸ばす。うん、普段ね、伸ばしないから。はい、オッケー。はい、反対。はい、このままいいよ。うん、このままで。はい。置いてください。よし。はい、我慢。はい。でも硬いよ。あ、薄いからね。力抜いていいよ。力抜け。力抜かないとダメ。やっぱり。めっちゃ結構、優しいタイプなんだろうね。自分がさ。なんでですか。やっぱほら体のほら力入れる人ってね、やっぱ気使ってる人多いからさ。そうなんですよ。そう大体なんかこう分かってくる。やっぱこう、あ、この人は緊張する人やなとか、あ、リラックスする人やなとか、なんか自分勝手な人やなとか。やっぱ伝わってきますもんね。メンタリストやもん。凝ってますか。足凝ったりとかしてます。そうでもないですか。いや、凝ってはな、凝ってるっていうよりか張ってるって言った方がいい。なかなか凝るっていうのはないですよね、こういうところは。でも常に血液結構回ってますんで、意外と。うん、そう。じゃあこう打ちまして、はい、こっち行こう。よいしょ、声出してお兄さん。よいしょこれやばい、めちゃめちゃ。なんかね、よいしょってなんか違うな。よいしょあ、で、こっちに笑ってほしい。整骨院から行くんですよ。うん、僕、うん、行かないよ。整骨院はいかない。整骨院はやっぱ行くとしたら電気治療の時かな。はい、はい、OK です。じゃあこう来まして、何しようかな。次、あ、腕やろ。あ、うん、なんかもう暇やけ、全部やる。ありがとうございます。どうせ今日はまあそこまで取れると思ってなかったから。はい、腕失礼しますよ。はい、はい、これもね、ランディングしてください。よいしょ。なんかあれですね、指が勝手に、うん、ああ、なりますちょっとこう剣がありますからね。例えば小指とかね、ほら小指とか。こういう剣を伸ばしたりとかね。マッサージもいいですよ。ね、この仕事面白いですよ。やりがいあります。やりがいあります。なんかそうです。断然あります。基本的に喜ばれる仕事やから、絶対に。俺、お兄さん目指します、今から。あ、本当、はい。いいじゃないですか。医学療法士。スポーツトレーナーでも十分できます。今から経験したいですね。埋もれるか埋もれないかは本人次第。絶対埋もれないです、自分。うん、そう信念持ってやってます、うん、多分やってもらう側かな。やってもらう側でも全然いいですよ、本当。それはね、
まあ向き不向きってありますからね、やっぱりね。あれなんですよ、製造員なんで。製造？製造の仕事するんで、工場で。多分やってもらいます、ね。ああ、製造も大変だよね。まあ、そうです、ね。人付き合いが大変かもしれない。製造自体はそうでもないけど、まあでもチームリーダーとかなってくるとやっぱきついと思うんですけどね、人をまとめるからさ、はい、結局のところから人やから、はいはい、人と人の、うん、つながりはあるもん。いや大変と思う、うん、僕は無理だな。最後自分も本当最初なるつもりなかったんですけど、ね、うん、そういう学校に行ったんで、いや自分人生なんてそんなもんですよ。そうです、うん、お兄さん高校どこなんですか。え、僕ですか。はい、あの最近の、あ、ちょ、分離ってとこです。分離っすか。分離っす。分離、高校はサッカーが強かったかな。サッカー強いです。今年出たな。出ましたね、はい、結構強かったくね。いた子より全然強かった。なんか留学もしてますからね。サッカーリーグ、ブラジル、ブラジルサッカーリーグ。よっしゃ、じゃあ最後にもう一回肩と、はい、ちょっと背中あたり伸ばしますね。ありがとうございます。じゃあでも肩プニュプニュなんだよね。じゃあね、ちょっと前に行きますよ。はい、軽く前に行って、はい、じゃあね、腕万歳します。腕万歳、伸ばします。せーの、ブリーズ、おー、はい、こうしますね。左右伸ばします。はい、OK。 じゃあ、まあ大丈夫だよ。こうします。あーしょ、あ、ポキって鳴らすやつできないですか、お兄さん。男性ホルモン受信中や。あ、今やったっすか。今やった。じゃああれやってほしいんですよ。何で、ポキポキって。うん、いいよ。 TikTok とかたまにある、うん、あれじゃないですか、うん、あれやってほしいです。全然違う。はい、じゃあ、 あ、最後ね、トントントン締め、これはやっとこ。 あ、でも他にやることいっぱいあるな。なんか実験だよ。頭もできるんですか。うん、頭もできるよ。本当は寝てやるのが一番なんだけど。あ、まあそうですね。うん、そう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 。モルモットやん、これ。ポキポキ鳴らしたらやっぱ違うですか。あ、なんか男性でやるのはあれ。あ、なんか意味あるんですか、鳴らす。意味ありますよ。あ、やっぱ骨の矯正って意味合いではね、しっかり。骨の位置を戻すんで、はい、筋肉のテンションがちゃんと、なくなりますんで、へ、そう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 、そういった意味でやったらいいなと。いやー、こうやって、音がエッチいな、リーダー。いや、でも気持ちいいよ、これ。自分の動画出るの楽しみでしょ。ちょっと待っとってくださいね。はい、1週間ちょいぐらい、来週の土日ぐらいかな。チャンネルだけ教えてくれたら待ってきます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。最高っすね。